どうも、FT7 です。ボガロのキエスクです。ギターの大輔です。ドラムの順次です。2年前かな、2年前に作ったやつなんですけど、7曲入りミニアルバムが発売しております。ナウオンセールって感じですね、うん、その原点であるエンプティズムを超えてしまったのではないか、いやむしろ超えさせてください。いや超えたねな、マイルドロジック。今回そのマキシシングルを発売したんですけど、もうその名の通りマイルドロジック、その名の通りっていうか、聞いてみて自分で判断してください。あ、こういう曲もうやるんだって、別にそういったその意外性を自分たちで求めたわけじゃないんですけど、まあ、この1年2年で自分たちが感じたこととか、まあ、一番は精神状況とかね、ありますね。あとミニアルバムを聴いてくれた人とか、ライブによく足を運んでくれる人とか、まあ思ってると思うんです。結構ハードなイメージが強いと思うんです。でもマインドロジックっていう楽師は歌物をメインにした、ハードからハートフルした、まあそんな感じのマイルド曲が多いですね。ライブスケジュールです。ちょちょサガサガでしませんけどね。6月4日ドラムサンデー、6月24日、ビートステーション、7月の17日に、ロゴスで、イベントやります。はい、お願いします。タイトル、あの決めてません。エンプティセブンプレゼンツセブンスバイブスっていうのがタイトルで、次にあのメインタイトルになってくるのはその都度変わってくるんですけど、4月30日に発売リリースイベントさせてもらったんですけどね、 B1 でその時が、セブンスターズマイアドロジー勝負です。勝った勝った。誰も見ないの、これ YouTube 見るの。俺ガチガチ載せるよ。じゃあ添付するよ俺。よし、乗せる。まあ、いい感じ。でもこういうとこ使っといてください。いい感じでとかっていうのも逆に熱い。僕たちエンプティセブンは、福岡ドラム B1 をホームに全国で活動を展開しております。応援よろしくお願いします。お願いします。CD 買ってね。お願いします。お願いします。